こんにちは。アマゾン室サポーター、堀秀夫です。私が輸出サポートで実現したいこと。奴隷解放宣言。私が物販ビジネスのサポートを始めて、もう10年を超えます。本も2冊出版しました。2010年に輸入ノウハウの本。2013年に輸出ノウハウの本を出版しました。およそ30回も、 転職をを重ねたたっっぽかか。私が、なぜ10年も物販サポートを続けているのか何人かの社畜を救いたい。日本を元気に、みんなの笑顔を、そんな大それたことは考えません。誰かが私の本やブログ、動画を見て、いいね、自分にもできるんじゃないと思う。その人に輸出ビジネスのスキルを教えたい。 何人かの社畜を救いたい。その願いは叶って何人かの人は社畜から脱出済みです。誰かが喜んでくれて私も暮らしていけるなら副業サポートを続ける意味がある。そんなわけで私は10年以上物販ビジネスを教え続けています。輸出ビジネスで稼ぐスキルがあれば世界中で暮らせます。これはアメリカのナパバレーオーパスワンのセラーです。 それから、まあ、以前住んでいて、今も毎年行ってるシドニー。ギリシャのアテネ。これはバリ島です。それから中東のドバイと。まあこういったところで旅行しながら私は暮らしています。また、アマゾン室を覚えれば同じように好きな時に好きな場所に旅行に行くという生活が可能になります。 通常ビジネスを覚えるには最低3年はかかります。ところが Amazon を使えばわずか半年で結果が出ます。やることは買い物した商品を高く買ってくれる人に売る。たったこれだけです。シンプルな内容ですし、日本で仕入れて伸び盛りのオーストラリア Amazon で販売すれば半年で自力で稼ぐスキルが身につきます。日本人なら 自力で稼ぐ力を身につける必要があります。輸出スキルのない日本人には厳しい未来が待っています。後継期は来るのか総人口は右肩上がりにどんどん下がっています。日本で物が売れないのはアマゾンのせいばかりではない。ビジネスモデルが悪いわけでも、悪いだけでもない。人が減るってことは市場が小さくなってますんで、 市場が小さくなれば売り上げが下がるのは当たり前です。だから日本で稼ぐのは難しい。年金で暮らせるか。今ね、年金老後2000万不足すると、えー、話題になってますけど、まあ実際この2000万ね、インフレ率考慮してないんで、2000万貯めて、まあ安泰買ってたらどうにもならない可能性が高いですけど、まあ、少なくとも今までと ね、日本の政府のトーンが変わったのは、今までは年金はね、えー、安心安全と言ってたのがいつの間にかね自、自助努力というふうに言い出したと。まあ、年金問題は今や、老後を暮らせるか、いくらもらえるかという問題ではなく、年金制度が存続可能かの問題になっています。では、景気は良くならない。年金も当てにならない。だから資格でも取ろうかと。 いうふうにね、資格なんか勉強してる方いますけど、まあ、最難関の試験、弁護士資格を取ったら人生変わるかというのを見ると、なんと、弁護士資格を取ったところで、年収200万から300万と、ね、えー、全然、えー、高所得じゃないじゃんというかね、普通のどうでもいい会社に勤めたってこれぐらいはもらえるじゃんというような金額しかもらえないです。 日本最難関の資格、弁護士資格も所得を上げる効果はほぼなし。勝負する場所を日本に限定すると優秀な人でも生きるのに必要な額を稼ぐのが難しい。しかし、輸出に目を向けると別世界が広がります。輸出ビジネスの魅力私は輸出ビジネスに出会って自由に暮らしています。 私はインターネットを使って稼ごうと決めてから実際に稼げるようになるまで大変な回り道をしました。稼ごうと決めてから実際に収入を得るまでに3000万以上の無駄金と3年の月日をかけています。あなたには回り道をせず最短距離で稼いでほしい。そんな思いで輸出サポートを提供しています。今のあなたが大した努力もせずに稼げる仕事を見つけて それを突き詰めるのが成功率の高い稼ぎ方です。だから日本に住んでいて日本語がわかるという日本人なら当たり前のことが稼ぎの種になる輸出ビジネスに取り組むわけです。私は初心者でも稼ぎるようにサポートしてきたから10年間物販サポートを続けることができています。何人かの社畜を救いたい。その願いをもっと叶いたいです。 アマゾンがオーストラリアに上陸しました。日本で住んでいるあなたにオーストラリアアマゾン副業で稼いで好きな場所で暮らせるように暮らすチャンス到来です。ここをクリックしてオーストラリアアマゾン輸出サポート申し込み内容を確認してください。今ね、YouTube の動画を見ててここクリックできないじゃん。何も起こんないじゃんという方はね、動画の説明欄の URL をクリックしてください。オーストラリアアアマゾン輸出。 どんな高いも、どんなものが高く売れてるのか。またそのサポート費用。ね、いくらでどんなサポートしてるのか。そういったことをご案内しているページに飛びます。こちらをクリックしてご確認ください。以上、アマゾイ質サポーター、堀秀夫でした。